5月誕生日2人で、6月誕生日、うん、なんでミックが被ってるかわかんないんだけど、うん、帽子くれたから先に言っとくわ、うん、ごめん、ごめん。どうしたの？はい、どうも、アバンティーズのソラチーとリクオとスルメです。今日は何の日だかわかりますか？大木さんの誕生日でしょ。豚ソラの誕生日。豚ソラ誕生日、うん、ごめん。で、買ってきてくれると思わなかったから。え、俺ももう実は用意してあったんだよ。本日の企画は誕生日の空の欲しいもの当てれるまで終われません。やば。はぁ、この中に10枚紙があるんですけど、ここに本当に欲しいもの10枚書いてあります。比較対的にその高いものから低いものまでバリエーションあるんで。何それ？俺のことが分かってたら一発で終われるから、一発で終わってよ。10枚の紙に書かれてるうちのどれかを、どれかを変えればもう本当におしまい。ここはもう協力プレイってことか、うん、そういうこと。で、10枚もあったら絶対酒とか服は入ってるよね。酒服は入ってる。服って感じでも入ってないですし、酒って感じでも入ってないです。は？もうちょっと細かいってさすがに、さすがに。だって そのさ、詳しく書いてたら下世男だよね。だから、あんま詳しすぎるとあれだと思って、そんな詳しく書いてない。だから大きな括りで、大きな括りでやってる。うわ、わからん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。いや、ちょっとなんとなく、なんでもありそうな新宿あたり行ってみる。電気屋行こうじゃん。うん。でもなんだろうね。ミスったものはすべていただきますのでよろしくお願いします。いや、それがうざいんだよな。それがマジでうざいんだよな。まあ、ヒントを送るのであれば25ってとこですよね。じゃあ早速あちらにヨドバシカメラがあるので、はい、行きましょうか。じゃあめっちゃ楽しみに待ってる、うん、ここで当てればもうおしまいだから。ほら君たち、僕はつむつむしてます。おい、ちょっと待たねえか。おい、どうした？ちょっと待って、待って、そう。あ、え、なんでいんの？なんでいんのとかじゃなくて、え、買い物してたの？待ってたんだよ、俺。え、めっちゃ偶然じゃん。違うよ。え、そのも買い物してた。違うよ、誕生日だよ、今日俺。あ、まあ、軽いジャブから一発目いこうかなって、うん、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、なるほどね。こちら化粧水。はい、化粧水。石器水の化粧水と乳液でございます。わお、石器水じゃん、石器水だよ。石器水だ。めっちゃいいじゃん。そう、2つでね、ちょっとね、2人でめっちゃいいじゃん、はい、すごっ。え、どうですか、もらって。もらって、うん、感想、うん、嬉しい。あ、嬉しい、嬉しい。うわ、嬉しいわ。これでもし外れたらちょっと殴りそうだよ ね、 ちょっとムカつくよね、うんうん、でも角度がね、すごいこういう角度だったから、うん、あ、そうだなって思った。やば。いた。っていうことは外れです。おいおい。じゃあ次、陸王さん。あ、じゃあやっぱ、うん、メガネ屋さん行こう。おお、メガネ屋さんね。だからちょっとあんまり、まあなるべくいいものは選びたいけど、うん、あんまり値の張るものは買わないから。そう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 、どうせなくし、こいつ。そう、なくす、なくすからね、なくすから。根の張るものも入ってるけど、根の張らないものも確実に入ってますので。なるほど、ね、いや、だってあれでしょ、はい、この何のモデルっていう指定はないわけ。指定はない、ない。この種類の、そのくくりの中の一番安いものを選べる。そうだね。こちら新宿センタービルでございます。ここの地下に陸王さんが、もう本当に何やら見つけたようですね。もらわれるのがうざい。それだけがうざい。外れるのは別にいいけど、もらわれるのがうざい。ありがとうございます。あ、ワク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 、あ、ワクワク、あ、そう、俺ワクワク。帰ろ。毎回やめよ。毎回それやんない。はい、カット。アニー、うーわ、マジ。でもせっかくなんで、普段かけなさそうなやつを買ってきました。陸王チョイスの。マジ。絶対普段かけなさそうなやつ選んどいてあげたから。これお前じゃん。
うん、似合ってるよ。似合ってる、似合ってるよ。いや、これ似合ってないやつじゃない。似合ってるよ。いや、でもいいと思う。俺今まで絶対この形手出したことない。そう、この形絶対か見たことなかったから、ちょっと見たいなと思って。今日見てみて。うん、いや、いいと思う。ダンディーだね。新しいでしょ。確かに。25だから。大人だわ。うん、新しいでしょ。大人だわ。違います。違うんかい。おい、違います。おい、なんかミックはこれっていうものがあるんだったらいいよ。一回さっきそこになんかあれがあったんだよね。気になるものがあったもの。怖いね。怖い。全部もらってくれるんでしょ。え、怖っ。何気になるもん。いや、でも欲しい。大抵人にももらって困るもんなんない。何何、明らかおかしい形をしたものを持ってらっしゃいますけど、はい、僕が選んだのはこちらです。ありがとうございます。はい、まあ、うん、あれだよね、大人になるためのね。そう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 、もの、ね、どれどれ、じゃじゃーん。ゴルフドライバーいらないです。ん、違います。違いますか。はい、違います。あー、いらないの。いらないのか。いやいやいや、分かってたでしょ。俺が分かってる相当できる。お前らマジでやばいぞ。やばいぞ。でもなんかもらってくれんだったらね。そう。ヒント、ヒント欲しい。ヒント、ヒント欲しい。一回じゃもらっとくか。もらえる、もらうだけもらっとく。もらえるもんはもらっとく。ちなみに電気屋さんは結構むずいと思う。え？電気屋むずいんだって。電気屋はかなり外すとリスキー。あ、で外すとリスキーってことはあるってこと。あるけど特殊すぎるの。比較的値が高い。うざっ。だからおすすめしない。財布のことを。欲張んなよてめえ。うるせえよてめえ。10個あったのか。仕方ねえだろうが、欲しいもんが。消耗品とかじゃないの。消耗品もある。はあ。10個ってあるから。てめえで買えや、消耗品なんて。10個あるから。北海道ね。りっくん。え？え、学え画材日本一安く売る店。あんま誕生日の人に日本一安く売る店とか言っちゃダメだよ。違う。まあ行くのはここだけど。日本一安く売る。ここはめちゃくちゃ珍しいものが置いてんのよ。なるほどね。本当に売ってんのよ、うん、ここ本当に。じゃあ、ま、待って待って。来ました。おお、待てよ。ちょっと広いところ行こうか。いやもう、じゃあ、はい、でかいな、なんか厳重に包んでもらって。何、イリックでかいよ。はい、銅像です。石膏の像です。石膏の像です。いや広い括りで言ったら、うん、あのインテリアにもなるんだよ、うん、で、そらほらなんかネックレスとかこことかにかけることになるほどね。あるわけですよ。うわ、おしゃれの角度がちょっと違ったわ。新居に置いたらいいよね。ね、いい感じだと思うんだけどね。うん、めちゃめちゃ惜しい。惜しい。惜しい。インテリアっていう線は良かったんですけど、これじゃないんですよ。オーケーにしろよ。いいでしょ。オーケーにしろよ。いいでしょ。もう本気で当てて次で。俺ももう持ちたくない。俺もちょっと重たい。じゃあこれもう一回待っててもらっていい？は？セブン行ってくるから。なるほどね。消耗品って言ったから。消耗品出てる。適当すぎない？こちら。違う。まあでも次ミックン絶対当てて。じゃあ次ちょっとドンキ行っていい？あードンキね。このつもりドンキあったから。ああいいよ。じゃあ行きますか。なんかでもね、むずいよね。ちなみにドンキ今向かってるでしょ。うん。ドンキにもあります。ドンキにもあるって。ちょっと待って。お願いします。はい。じゃあそれじゃあ。はい。こちらです。お。こちら開けてください。おお。ウイスキーだ。そう、まあ酒ですよね。ありがとうございます。違います。あ、もうわかんねえよ。これじゃないよ。これじゃない。
これじゃなかったらもうあと一つしかないじゃん、ディック君。ウイスキーよ。いやいや、まあまあまあ、分かった。そういうことね、多分。こいつは多分ね、種類のこと言ってんだよ。なんとなく分かったかもしれないから言ってみるわ。じゃあここで待ってるわ、うん、もう願いを込めてるよ、俺はこの拳に。じゃあ目つぶって。はい。せーの、ドン。正解です。ピンポイントです。ピンポイント、ピンポイント300円。よっしゃー。え、っていうことは、っていうことは俺ら終われるの。企画終了でーす。ドッキリを仕掛けたりまいます。お願いします。あいつも言ったじゃん。すいません、ふざけてんだから取る必要ないでしょ。僕が欲しかったもの、はい、10個発表します。ショットグラス。あー、やっぱグラスだ。グラスは言ってたもんね。今やってました、テキーラ1800のピンポイントです、うん、キャットタワー、猫関連。あサングラス欲しかったんだよね、うん、アクセサリー類、ネックレスでした、うん、僕は。ふざけんなまあ、IKEA にあるなって言ったのはラグカーペット。あー、まあまあまあ、お前ラグ買ったら持ってかんの大変だぞ、うん、もう一つが、あとはスーツ。うわで、リックンがマジ欲しかったのはベアブリック。ベアブリックって何？あのアバハウスにある赤いやつ。赤いやつ、あのエルモのやつ。あー、あれか。あの形の。分かるわけねえじゃん。全然似てないよ。同じぐらいでかさや。いいや、いいや、同じでかさや。でかさやけど。お前ちょっと待って、こいつさ、広いさ、うん、広くしてあるとこ行って全然ピンポイントじゃん。あとヨギボーだから全然ピンポイントじゃん。レコード版。あー、まあ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 、PS5。 いや、あるわ。あ、ねえや。